どうもチャンネルあやかんぼへお帰りなさいませ。今回はザスト卒業式のザ・ファーストファイナル舞台裏 BMSG というやつを まだ見てなかったので見ていきます。ザスト卒業式をね、DVD で見ていろいろ思ったんですけども、その舞台裏が見れるっていうのはちょっとね、すごいなっていうか、さすがどこまでも見せてくれるんだな社長っていう 気持ちで今から見ていきます。はい、では行きます。せーの、ポチ。行くよ。始まるところからかな。2日目。みんなが頑張らないと、スタバ飲んでますね。あ、レオさん、素顔。これ素顔でこの綺麗さなの？セットしてる？ゆうへいさん、眠そう。いっぱいいっぱいいる。すごいな。ずっと密着されてるよね、彼らって。平気だもんな、もう。あ、狭いとこでも踊っちゃう。やばいやばいやばい。使ってみたいな、この筋膜リリースするやつ。これ使ったことない。ベロのね、力を取りましょう。顔表情がすごいよね、社長の。高い高い。久しぶりだよねっていう感じの人もいるもんね、みんな。すごい一日ですね。ある程度やっぱみんな自分の世界ですね。集中しないといけないからね、それぞれのやり方があるから。でもカメラもある。いや、個人的には俊介さんが馬なってたのがびっくりした。あ、そっか、2日目やもんね。鬼の反省って。そう、楽しくなりすぎたらダメなんですよね、演者側は。難しいよね。バイバイ。レオさんのちょっと見えたよね。 いいんだ。 ちょっと見えちゃった、ごめんなさい。 なんか見ちゃったって思っちゃった。わあ、すごい、行かれたんですね皆さん。あ、これ1個1万円。 漢方かな。うわ、エリボーイ弾いてるよ、 iPad で。なんなんこの2人。 最高やね。
そっか、3公演か、きつ。そうか。うん、嬉しいよね、天さん。なんて透けてないの。ココアさん爪かわいい、あの色したいな。声使ってる人ってやっぱいい声やな。あ、先生。先生。いろんなメロディーになってる中、自分のメロディー歌うの大変やな。あ、待って、ふざけると顎出るのはね、ヒロさんと一緒やな。ふざけたら顎出すねんな。おっと、カメラの前で絶対やらんといてっつっていつも言ってるけど。かわいい衣装、みんな。かっこいい。キラキラしてるね。すごいことになったね。すごい、みんな髪の毛がハイトーン。あ、久しぶりに聞いた、ザ・ファーストって、いいね。スカイハイさんからだもんね。みんな見守ってる。すごい人。皆さんのおかげもありますよね、本当に。234歩目ね。バイグッパイのテーマがね。
先を見ていくと、うん、うん、なるほど、なるほど、ほう、え、次のグループのことをちょっと触れた、なるほどね。めっちゃ気に入ってるやん、コアさん。コアさんがやるからかっこいいな。苦しないでも。笑っちゃってるやん。イケメンですね。あー、レイちゃん終わってほしくない。元気やな。幸せ、うん、うん、うん、そっか、3公演目あーすごい。この瞬間超ドキドキしますよね。ジャンプ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 、体固まっちゃうと声出ないからね。その場で動けるさ、ジャンプですよね。カメラマンさんもめっちゃ大変だな、こんだけの人数いるから。原点、うん、うん、思い出って大事ですよね、どんなことでもいいから。うん、うん、エモ出た、エモ散らかす。頑張れ、2公演目ってやばいな、ちょっと信じられへん。若いから丁寧に丁寧にって言ってたのレオさんかな。かわいい絵でちょっとちょっと笑ってるもんな。かっこよかったよ、ショートさん。お疲れ。いい顔してる。釣られるからやめて。レイちゃん、いい顔しすぎじゃね？
曲もいいしね、雰囲気もいいしね、いいこと言うしね、スカラさん。おお、レイちゃん。あ、先生。確かに。そう、キラキラしてる。表舞台に立てるのは一握りですからね。お疲れ様です。そう、人が泣いたら泣いちゃう。いい顔してます。ありがとうございました。胴上げ恒例ですね。みんなよういろいろやった後やのに、2公演やった後やのにあげたね。よう考えたら。お疲れ様でした。そっか、打ち上げとかもできなかったのかな。お疲れ様。同じ方向ってあんまないもんな、出会う確率がない。環境ね、確かに確かに環境は大事。同じ才能でも環境で変わる。そうですね、誇りじゃない、思います。それはすごく、それがあるから次があるって感じですもんね、多分会社として。それぞれの目的、エンド。まあな、みんなのおかげですもんね。見てくれないと始まらないですからね。ケーキ。
見終わりました。見終わりました。あのなんでこんな言ってるかっていうとね、あのエネルギーを使ってる人たちのものを見るときってこちらもエネルギーすごい消耗しません？なんかただ見てるっていうよりちゃんと見たいから、その集中して見るのですごいエネルギー使うタイプなんですね。なのでなんか30分ぐらいのライブ終わったぐらいの体力消耗してんだけど、裏側やねんけどさ、彼らがあまりにもさ、その取られることに慣れすぎて常に一緒なのよ。いい意味でその裏表がないので、いつ見ても微笑ましいっていうか、いつ見ても彼ららしいから、みんなね、スカイハイさんも含めて、そこが気持ちいいというか、なんか裏っぽい顔っていうよりはいつも通りみたいな、それが珍しいパターンやと思うから、結構ここまでね、結構数な部分まで追いかけてくださってて、カメラマンの方がそれでもなおそのまんまやなっていうイメージのグループって、最近ちょっと増えてきたなっていう印象は正直あるけど、なかなかね、やっぱりその今まではテレビっていう文化が大きかったからかもしれないね。もうちょっと気づいたけど、 YouTube っていう媒体で慣れていらっしゃるアーティストさんっていうのは、 YouTube らしさっていうのもあるじゃない、テレビらしさっていうんで、テレビらしさはやっぱテレビはテレビでさ、受け答えが結構大変やと思うんですよ。編集されたりするから、その一言が重要やったりとか、ちょっとテンションオーバー気味に喋らなあかんとか、いろいろあると思うんですけど、結構私より若い方かな、私の世代はちょっとテレビっ子かもしらんな、子供の時ずっとテレビ見てたから。だけど今の世代の子って YouTube の方が多分メインやから、その YouTube なりのテンションってあるじゃない、だからそれもあるかな、踏まえてなのかな、なんかこの自然体であるのはすごく素晴らしいなと思うし、その状態でテレビ出てもなんか YouTube に慣れてるからかは知らんけど違和感がないっていうかね、なんていうのかな、なんか彼ららしいなって思わせてくれる、人間性がわかるあのアーティストやなって多分テレビ出ても思ってもらえるんじゃないかなっていう振る舞いじゃない、だから それがいいんですよね。いつも言ってるけど、そのどの角度で切り取られても素敵な人って結構意外と難しくて、意識したことないですか？今誰かに見られてたとしても大丈夫な行動してるかなって考えて生活したことあると思うんですけど、誰しも一回、まあ、いわゆるその神様はいつでも見てるみたいな、見てる人は見てるって言葉あるじゃない、あれね結構ね意外と大変じゃない。例えばその、まあ、悪い言葉を使ったりはしないとか、あの基本的にはそのマナー守りますって言う人でも、例えば体調悪かったりとか、余裕がなかったり、時間に余裕がなかったりとか、なんかそういう時にちょっと焦って変なことしちゃったりとか、なんか普段全然本当に悪い人じゃないのに悪く見える時とかってあるやんか、なんか本当にどの角度から取られてもいい人っていうか、いい印象を持たせるっていうのは結構難しいから、彼らはそもそもがいいねわかるかな、そもそもが悪いと絶対取り繕ってもバレるシーンがあるねん。もうそれがないっていうのが、まあ個人的には推せる、応援できる一つの要因ではあるので、そのパフォーマンスがいいとか歌がうまい、ダンスがいいとか、それだけでは応援できないので、私はなんかそれが見れる会社であるっていうことがより分かったかな、これでなんか良かったなと、微笑ましいなって思いましたね。はい、ということで最後まで見てくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。